こんにちは。今日はね、今までにない動画になります。ちょっと正直踏み込みます。現在、選手権静岡県大会がベスト16まで来ておりまして、もう毎年恒例、いつも組み合わせ抽選決まると皆さんに、中田さん、優勝候補はどこですか？どこが優勝すると思いますか？聞かれるんですけど、もう正直言って、答えようがないです。プロ野球の、シーズン前の順位予想を当てた人がほとんどいないっていうのと同じように、高校野球も、もうその、特に静岡なんていうのはもう当てようがないんですね。もう分かる方がいるっていうんだったら、もう教えていただきたいぐらい。ただ、私いつもその時に言うのが、どんなに早くともベスト8、4になれば、私例年自分で経験なんですけど、半分の確率で私当たりますね。それは、勝ち上がり方で勢いとか、あとそれまでのピッチャーの疲弊具合とか、あともうあと2試合なんで、この相性、噛み合わせ、その辺が分かってくるので予想がつくんです。それ以前はもう無理です。ただ、いろんな方のニーズもあるので、ちょっとね、私もね、話してみようという気になったんですね。これは急になったんです。で、私100円ショップ行ってね、ホワイトボードとマグネット買ってきまして、即興でちょっと、今日はね、こういう図を作りましたんで、ちょっとこれをお話ししますが、まず一つ、どこ対どこやってどっちが勝つって、これは言いません。戦う前にやっぱり喋ると失礼なので、ここはしません。あくまでバラで16校がどういう戦力があって、私はどう見てるかっていうことをボードでお話しするということになります。ただ、固有名詞が出てきていろいろ言いますので、もう先にここで申し上げます。嫌な方はもうここでやめてください。見ないでください。で、見た方はどうぞ寛容にお願いします。では、今からオープニングに入りますので、嫌な方はここで退出をお願いします。どうぞよろしくお願いします。ラブシー。ラブシー。向こう届くように。ラブシーチャンネル。はい。続けてご視聴いただいた方、ありがとうございます。それではね、進みたいと思います。今日はね、ちょっとホワイトボードを使って説明させていただくので、ちょっとアップになりますが、お許しくださいね。はい。じゃあ、行きましょう。早速ですけど、このボードを見まして、まず縦軸見てください。高低と書いてあります。まあ、これ能力です。強い方が上だと思ってください。あと、これまだ行きませんけど、投打、はい、ピッチャー中心、ピッチャーが安定して勝ち上がっていくチームか、まあ打撃で勝ち上がっていくかと。もちろん両方鍛えて両方高いんですけど、ちょっとバランス分布がどこにあるかっていうものを、ちょっとまあ、喋ってみようかなと。実はもうこの磁石、スタートラインはこれ一応分けてあるんですけど、これ以外まだ全然考えてないので、どうなるかわかりませんけど、はい。今日はもう本当に喋りっぱなしでそのままリリースします。まず、この、高の一番上にいるのは静高と明生なんですね。はい。これは何かというと、まあ、単純に強いということですね。大会前に、長さん、優勝はどこするのって聞かれたときに、まあ、もちろん YouTube じゃ私喋ってないんですけども、本当にプライベートの空間だったら、まあ俺はこう思うよっていうときに、まあ、総合的に言ってたのが、まあ、静高が優勝候補じゃないかねと。まあ、ピッチャーが安定してるってことですね。はい。何人いるかではありません。だって、継投、いっぱいピッチャーいたって、継投失敗して、1人が大量失点して負けるときあるんですから。要するに、継投失敗も含めて、リスクが少ないチームっていうと、静岡かな。だから、3、4回戦で、本当は相手見ながら、普段投げないピッチャー、ボーンと使って、勝つぐらいのことができるチームがもう最強ですね。智弁和歌山の高島先生がエース、ビース、シースって言って、ここはシースで勝つ、負けたらそこまでって言いますけど、3番手ぐらいで勝てる、試合がね、初戦とかじゃなくて、この辺であるチームは強いんですよ。静子はそれができるチームかなと思います。でも、もう1個の明生は単純に強いと思います。両方、投打両方のバランスがいいかなと。優勝候補はこの2つですね。はい。で、2番手に続くのが、まあ、この8校なんですけど、松陽、加藤学、浜校、菊川、
日大三島、千徳、飛龍、聖霊、この辺が私が第二集団だと思っているところです。で、その、まあ、一番下になるんですけど、掛西、浜松、静岡一律、清少か。この辺が、まあ、もう強いチームの中でですよ、比較的力で言ったら、まあ、下位になってくるのかなと思います。じゃあ、下の二つ、鶴荘と常葉橘は何かって言ったら、私見てないと思うんですよね。多分です。はい。なので、見てないところをちょっと論ずることは難しいので、最後、サブ的にこれを動かすことはあると思いますけど、まあ、16校中、14校は私、秋春夏とどっかで見てるんだなと、逆によく見てるなと思うんですね。はい、そんなことです。土曜日、水曜日は、柿柄の橋。こう来て、こう横向きに出てきて、打つときにこうやってくるってなって、これ面って言うんだけど、こう横にクラタチョップのような感じで打つときにこうなって、打った後こうなるんだけど、実際この丸いバットをこうやって回ってるのが打つ。こっち難しいな。寝かしたら前まで。おー、そんな感じ。じゃあこれを中心に動かしていくんですけど、しずこはまあバッティングももちろんいいですよ、両方いいですけど、ピッチャー、そうですね、バランスいいからな、まあ、ピッチャーが強いってことで私はこの辺かな、バッティングよりもピッチャーの座標になると思います。明生はね、2枚ピッチャーがいいピッチャーいるんですけど、意外と私はこれバッティングを買ってるんですね。だからこうです、はい、こういう点で言うと私はね、翔陽はバッティングを去年のチームですよ、決勝見た時にここのチームのバッティングいいなと思ったんですね。バッティングはかなりいいと思います。明生よりこっちの方行っちゃおうかな、はい、加藤学、ここも明生に近い野球なんですけど守り型ですね。静子一緒だな、ここだな、はい。それで次ちょっとこ、次が浜子は投打のバランスがいいんですよね。どっちもいいんですけど、まあ、どっちか言うとやっぱりピッチングがしっかりしてる方になると思います。はい、ここかな、この辺に置きましょうか。菊川はピッチャーが弱いと私は見てます。だから菊川ピッチャーがいて優勝のこの辺にポーンと来るんですけど、そうね、バッティング、そうね、まあここかな、はい、こんな感じかな、はい。次、日大三島、ここが扱いが難しいですね。力は落ちるんですね、ちょっと正直。だけど、永田監督という存在が私は非常に、なんか、なんです。ピッチャーが意外と仕上がってないな、今年は。こっちかな。で、千徳は、ピッチャーの小舟くんが言われますけど、どうなんだろう。僕はね、小舟君が怪我して原田君が1回戦で使わざるを得なくなった時に、これで千徳が勝ち上がる可能性が出てきたかもと。要するにあの状態でいかに原田君を使うかが難しかったんですけども、使わざるを得なくなって原田君がナイスピッチングすることでね、要するに小舟君一択じゃなくて、もう本当に相手としてもどっちが来るかわからないという状況になった。まあピッチャーもだいぶ整ってますが、私も本当ちょうど間ぐらい、ややピッチャーそんな感じですね。打力今ね、打つ方も調子出てきてますからね。ヒリはピッチャーな、ピッチャーしっかりしろ、こんな感じかな。精霊はまあ今年は守りでしょうね。バッティングはあんまりちょっとどうなったか分かりませんけど、初戦見た段階では春からあんまり変化はないと。で、掛西はどうかな。バッティングはあんまりいいと思わなかったんだよな。ピッチャーもすごいいいとも思わなかったんです。この辺だなと思います。やや守り勝っていく印象でしょうか。浜松はもう完全にこれはピッチャー今年大変ですから、打撃がいいっていうよりも打ち勝つしかないという意味でこの辺に置かせてください。聖書見てねえな。聖書見てないですね。ごめんなさい、聖書下です。月曜日と木曜日は、ハマったのぶし。
静岡一律はどうかな、力としては落ちると思います本当に。だけど勝ち上がってきた、どうなんだろう、この辺かな、この辺か、本当まんまん中のやや打撃寄りっていうこんなところでしょうか。もう浜松実際こっちですね。はい、こんな感じです。で、想像で言っていいですか、ここからは。立花がピッチャーが評判がいいっていうから、どこになるんだろう、この辺だと思うんですよね。スルソーは打撃だろうな、この辺かな。で、青少が、青少こそ分かんないんだよな。あ、秋に見ましたね。見た見た。まあ無理だな。もうこっちやな。こんな感じの分布になると思います。レベルをもう少しちゃんと明確に動かしていかんと定義ができないと面白くないんで、ちょっと失礼あったらすみません。なんだろう、青少わかんないな、わかんないな。そうね、精霊が下がるかな。どうしようね。難しいですね、本当にこういうのは。こんな感じですかね、動かしたら。見えます、はい、字が汚くてすいません。こんな感じで私見てます。で、こっから考察を入れていくと、私はね、早い段階で当たれば、ピッチャーがしっかりしてる方がいいと思うんですけど、これが、今から2日おきにゲームやっていくでしょ。二日おきにゲームやってって、ピッチャーバテてくると、こっち有利になってくると思うんですよ。だからね、どうなんでしょうね。優勝戦線にあるのは、浜子。そうですね。7連勝せねえかんのでね、どうなんでしょう、ヒュヒュッと気持ち的に上がってくるとこもありますけど、どうなんでしょう、この辺になるのかなと思います。はい、すいません、分かりにくい動画で。もっとこういう分析してほしいって言ったらまた言ってください。もうあっという間に16個が8になって、で4になってってなってきますけど、話せる範囲で話します。まあ4になるとね、もう勝ち負け見えちゃうのあんまり言いたくないです。はい、やるなら8までで、なんかご要望があったらお伝えください。はい、それじゃあすいません、思いつきで作った動画です。また観戦の一助にしていただければと思います。まあ具体的なゲームのね、勝敗に言及せずに戦力をお話しするっていうことになると、このような表現となります。16個でどこに勝ってほしいとか、ひいきがあるわけではないんですよ。はい、皆さん頑張ってください。本日は以上です。